僕が当時中学校3年生だった時、同じ学校で好きな女の子がいました。でその子からですね、夏休み中に高校見学へ行かないかと、もうこれも実質デートですやんと思った僕は、まあ当然その誘いに乗るわけですよ。でその女の子の学力的な偏差値っていうのはまあ大体65くらい でその見学しに行く高校の偏差値も大体まあ65前後とかで、で当時の僕の偏差値は40、どうしろと。まあ僕はね、まあその子がまあこんなにも頭いいなんて知りもしませんでしたよ。僕はその時にね、あ、この子と一緒にいれるのは卒業式の日までかというふうにね、まあ察してしまったわけですよ。でその2ヶ月後に僕は不登校になるだなんてね、まあ思ってもいませんでしたが、まあそれは置いといて、で高校見学に行くついでに、まあ渋谷であのお昼ご飯を食べようとこう言われたわけですよ。まあ当然ねその誘いにも乗っかるわけですが、やっぱこう中学生でねバイトができないからお金がないんですよ。ってなるとまあ母親からね、あのお金をもらわないといけないと思うんですが、まあ当日ねその女の子は5000円を母親からもらいましたと。まあまあまあ妥当ですよね、交通費含めお昼ご飯も食べるし、でしかも炎天下の中ですからね、飲み物も買いますと。まあ多少は余るかもしれないけど、なんかお金が足りなくて帰れなくなりましたとかなったら大変じゃないですか。だから5000円はね、まあ妥当な額だと思うんですけど、僕が当日ですね母親にもらった金額500円、どうしろと。もう行きと帰りの電車でお釣り返ってきたらラッキーレベルですよ。もうさすがにね少なすぎるから、あともう2000円くれませんかと。まあちょっと生意気かもしれないけど、でも最低2000円ないともうさすがに厳しいと、まあ、そういう風にお願いしたところですね、あそれは嫌だからあと300円だけあげるって言われて、あもうこの人はきっと頭が壊れてしまったんだと、もうこの人はおかしくなってしまったんだなって思って、もう800円だけで渋谷に行きました。で女の子はね、あのうち5000円もらえたけど、小野くんはいくら持ってきたってこう僕に聞いてくるわけですよ。でも僕はもう800円っつって、で女の子もね聞き返してくるんですよ。で8000円じゃなくてとかっつって、でも僕はねもう800円ボットみたいな感じで、800円とかっつってね言ったら、もうすごいですよ。もう女の子の口から出た言葉は、え貧乏なのって、もう否定なんてできませんよ、肯定するしかなかったあの時は。でもねその女の子はもう本当に優しくて、なんかじゃあ小野くんに2000円あげるっつって僕にくれたんですよ。めっちゃ優しくないですか。もうなんかもうこれで半分こねみたいな、あと半分ならね500円よこせやバカ野郎って、まあ、脳の片隅で思いながらも、でも本当に嬉しくて、もう僕はねもうその子の優しさに惚れてしまったわけですよ。でまあもしかしたらね、まあこの登録者8000人っていうちっぽけなチャンネルではありながらも、もしかしたら見てくれてる可能性もあるじゃないですか、 0.3% ぐらいは。まあ、だからね僕はこの場を借りてその女の子に言いたい、あともう一回2000ちょうだい、たった一瞬のこのジャンプ。はい、ということで、まあ、今回はですね、まあ、Twitter のトレンドにて、死体打ちという言葉がトレンド入りをしていて、まあ、死体打ちについてね、かなり話題になっていることを皆さんご存知でしょうか。まあ、なんか知らないけどね、死体打ちって、なんかこう、3ヶ月に1回ぐらいのスパンで、急に話題になったりするんですよね。で、こういう死体打ちについての論争が起こるときって、必ず、2つに分かれるんですよ。死体打ち反対派っていうのと、まあ、なんか海外では死体打ちは認められてるみたいな感じで、こう、死体打ち賛成派みたいな主張をする人たちっていうので、こう、分かれるんですけど、まあ、実際ね、僕自身は、まあ、そのリスナーの人からしたらね、もう分かりきってるとは思うんですが、まあ、僕はこう、普段からね、呼吸ぐらいの頻度で、まあ、死体を打つじゃないですか。まあ、だから僕もね、当然、死体打ち賛成派みたいなものにこう、入ると思うんですけど、でもね、このツイッターとかでなんかよく争っている人たちってのは、あくまで自分は死体を打っていますと、こう、大々的に公表して、こう、議論する人って、そんないないんですよ。あくまで自分は死体打ちはしないけれども、でも海外だったら、まあ、認められるし、いいんじゃないのみたいな、こうね、まあ、多分、裏ではもうなんか、ワンマガジン全部打つぐらいの感覚で、死体打ちしてると思うんですけど、でもねそうやって自分はしないけどっていうスタンスを取ることは当たり前なんですよ。だって俺死体打ちするよって自分から公表してるやつ頭おかしいじゃないですか。まあ、だからそれを言わないっていうのは、まあ、ある意味当然ちゃ当然なんですよね。でも僕は頭がおかしいから言わせてもらいます。死体打ちをするやつって、まあ、一体どんな気持ちでやってるのかっていう、まあ、どんな精神状態でそんなことをしているんだと、まあ、こういう角度で死体打ちについて喋ってる人って、まあ、なかなかいないんですよね。まあ、だって頭おかしいじゃん。まあ、だからね僕が代表して言わせてもらうんですけど、まあ、まずね先に必ず伝えないといけないことは、まあ死体打ちの是非についてですよ。果たして死体打ちはしてもいいのかしちゃダメなのか、もうこれもはっきり言いますよ。まあ死体打ちっていうのはですね、しちゃダメなんですよ。はい、死体打ちがしていいわけないじゃないですか。だってねこれよく言われることですけど、死体を打つことで相手が嫌がるんだから死体打ちはするべきではないよねと。その通りなんですよ、大正解。人が嫌がるからやめましょうねって理論に反論できる余地なんてあるはずがないんですよ。まあそれはね、まあお互い死体打ちをされてもいいという気持ちでやってるんだったら、まあ別にね、まあ打たれてもさ不快に思ったりはしないと思うんですけど、でも大半の人たちはさ、まあ死体を打たれたくないと思ってやってるじゃないですか。だって死体打ちしてるやつでさえも打たれて切れてるやついるでしょ、俺みたいなマジキチが。
お、ふざけんお前、何度も撃つんだ。だから根本的には下打ちされたくないと思ってる人が大半なんですよ。まあそれを表で言うかは別としてね。じゃあなんでそれを分かってて下打ちをしてるのか、もうこれね、答えは簡単ですよ。病気だからです。はい、もう僕たちはね、死体があったらもう勝手に撃ってしまうという未知の病にかかってるんですよ。もうチンパンジー以下ですよ、もう。まあ、でもね、こういうこと言うとさ、いや、それは無理やりすぎでしょ、みたいな。いや、もっとね、論理的に説明してるわとかってね、まあ余計なことを言ってくるやつもいると思うんだけど、うるさいよ、うん、分かってんだよ、こっちだって。これがね、暴論であることぐらいは分かってんのよ。まあ、でもね、言わせてもらいますけど、そもそも論ね、物事を論理的に説明できるほどの頭の良さがあるんだったら、最初から死体なんて撃たないの。うん、脳みそのね、9割暴論で占められてるバカだから死体を撃っちゃうんですよ。いや、僕はね、そのことをね、皆さんに、分かっていただきたい。だからね、まあ、死体打ち反対派っていう、まあ、ごもっともな意見を持ってらっしゃる人たちはね、もう俺らに負けたらダメよ、うん、もう打ち負けちゃダメなんですよ。勝ってくださいよ、頼みますから。だって結局だって僕たちが打ち勝っちゃうから、死体を打ってしまうだけであって、皆さんがね、打ち勝ってくれればこっちはね、もただなんか結果はち切れるぐらいでぶち切れて終わるだけで済むんですから。いやでもね、このなんか死体があったら無意識に打ってしまうこの感覚をね、これなんて説明したらいいんだろうな。例えばね、じゃあ FPS をやってる人たちはさ、目の前に敵が現れたら無意識で殺さなきゃっつって殺すじゃないですか。それと一緒、うん、僕たちは目の前に死体があったら撃たなきゃと思って撃っちゃうんですよね。もう本当にこれはね、一種の病気だと思ってるんですよ。ネタとかじゃなくて。まあでもね、こういう死体打ちについての論争が起きるときにね、必ずなんかFPS 老害みたいなやつらがさ、なんかまあ俺もそうなんだけど、FPS 老害みたいなやつがね、いやもうそんな話をするだけ無駄だよっていう指摘をする人いるじゃないですか。その通りなんだよね。うん、だって死体打ちがどうのこうのってさ、もう PS3 とか、もうもっと前で言えば、もう PC の無料オンライン FPS とかが流行った時代からずっと言われてきてるんですよ。でもこの死体打ちがどうのこうのって未だに解決してないでしょ。だからね、話すだけ無駄なんですよ。もうこれはね、下打ちだけに限った話じゃないですよ。もうコンバーターとかもそう。コンバーターはありなのかなしなのかっていう議論も普通はないんだよ。普通はなしなんだよ。でもコンバーターあり派の人たちはもう、ね、わけのわかんないね、反論をして、未だに争いがね、絶えないじゃないですか。もうだからね、一生終わんないのよ、この話って。まあ、でね、これちょっと言い方悪いかもしれないんだけどさ、でもね、はっきり言いますよ。下打ちをする人っていうのはもうガッチです。はい、もうこれ気違いです。気違いなんですよ、死体を撃つ人は。もうほら、あれと同じだよ。なんか都内の電車とかでさ、なんかドア蹴り破ろうとする気違いババアいるでしょ。もうあれと同類俺たちっていうのは、死体撃ちをする人ってもうなんか日本語喋ったらラッキーぐらいの低知能なんで、いちいちこう指摘するだけ無駄なんですよ。でもね、死体撃ち反対派ってのはさ、まあいい意味で真人間だから、まあ、僕たちの間違いを指摘してね、正そうとしてくれるんですよ、優しいから。まあ、でもね、それ意味ないんですよ。だって気違いなんだもん。だからね、死体撃ち賛成派って唱えてる人間とはね、距離を取るってのが一番なんですよね。もう僕はそれを一番伝えたかった。かわいそうなんだもん。だって、人間の人たちがさ、わざわざ時間を割いてね、俺たちの間違いを正そうとしてるっていうのが。そう、だからね、下打ちをしてるようなこう僕たちみたいな気違いにこう正論を振りかざしてね、指摘してくれても意味ないんですよ。だって僕たちは相手が嫌がるだろうなと思って下打ちをしてる時点でもう論外だから。悪いことをしてるって分かっててやってるから治るはずがないんですよ。それはね、僕が下を打つ派の人間だから僕が一番わかる。下打ちをするやつなんてね、僕含めてもうやばいんですよ。うん、だってもう下打ちをする派同士の人間でさえね、こうたまになんか会話ができないんだから。だって僕実際ね、こう昔ツイッターで知り合った人と一緒にね、コールオブデューティーを遊んだことがあるんですよ。でその人はね、なんかもう自分バンバン下打ちをしますと、もう自分から公言してるね、なんかめっちゃ頭おかしいやつだったんですけど、でサーチ&デストレを遊んでたんですよね。その時にね、僕とフレンド側は、まあ、攻め側、要はこうボムを設置する側のチームだったんですよ。でね、そのフレンドっていうのはもうボムを持っているのにもかかわらず、もう下打ちをしながら走り回ってるわけですよ。で僕はね、なんかこいつやべえなって思いながらも、そのフレンドに対してね、A に設置してくださいと、そう言ったんですよ。で、A に設置してくださいって言ったら、15秒後に、B に設置したってアナウンスが流れたんですよ。あ、やっぱ俺、こいつは俺、なんか日本語うまくコミュニケーション取れねえんだなって思って、やっぱね、下打ちをするやつっていうのはね、僕含めてね、まともに日本語喋れないんで、そんなね、ボムを A に設置してくださいって言ったら、B に設置するような人間が、下打ち反対派の方々と議論なんてできるはずがないんですよ。もう皆さん、これで分かったでしょ？下打ちの是非について議論をすることがいかに無駄なことかっていうのは、まあ、そのことをね、FPS 民の方々に、まあ、知っていただけたらなと、いうふうに思います。まあ、ということでね、まあ、下打ちする側代表、まあ、基地外代表でね、お気持ち表明の方をさせていただきました。皆さんはね、下打ちについてどう思いますでしょうか？コメント欄で書いてくれたら全部目を通させていただきます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。バイバイ。